ミヌマ区は埼玉県埼玉市を構成する10区のうちの一つである。埼玉市の北東部に位置する。区名の由来であるミヌマは区の西部、南部及び南東部の低地に広がっていた。現在、南部や南東部にはミヌマ田んぼと呼ばれる田園地帯が広がり、西から南に芝川が東に片屋川とミヌマ大用水島園が流れ、埼玉県のミヌマ田んぼの保全。 活用、創造の基本方針により、緑地が保護されている。見沼に囲まれた中央部は大地上に属する。北東部の深作沼周辺は、かつて広大な湿地帯であったが、現在は埋め立てられて、卸売団地が建設されている。昭和30年代、大宮市大和雑屋に、大谷県営住宅が造成されたのを機に、近隣に、 東宮下団地などの県営住宅の建設が相次ぎ人口が増加した。また、1964年の国鉄東大宮駅の開業を機に北部で土地区画整理事業などによる計画的な市街地形成が進められ住宅地が拡大した。七里駅西側や深作周辺の見沼大洋水島園の直下に活断層である綾瀬川断層が存在しており、 首都圏直下型地震を引き起こすものの一つとして、ハザードマップなどが作成されている。綾瀬川、芝川、深作川、田羽川、三沼大洋水、片谷川、三沼、深作沼、膝子沼、丸ヶ崎沼三沼田んぼと、片谷川三沼区成立からの、毎年4月1日の人口。住民基本台帳人口より、埼玉市内では、南区、 浦和区に次いで人口が多い。見沼区では一部の地区で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。全域を大宮東警察署が管轄している。集配担当は大宮郵便局である。ありがとうございます。